スクリームには1997年に公開されたアメリカ映画、スクリームの続編である。前作の連続殺人事件から2年後、大学生となったシドニーは恋人のデレクトと共に大学生活を満喫していた。前作での事件を生存者の一人であるゲールが小説にし、ベストセラーとなる。それがスタブというタイトルで映画化されることになった。 その試者会の日、シドニーが通う大学の学生、モーリーンとフィルの二人が劇場内で何者かに残殺された。数日後、再び事件が起きる。大学の合同パーティーの最中に一人留守番で、残っていた女子大生の CC が何者かに残殺される。事件を知った、シドニーの元に電話がかかってきた。やあ、シドニー。俺を覚えているかランディ、デュイ、ゲール。 ジョエルの4人は、それぞれ2年前の事件と今回の連続殺人事件の関連性について調べていた。4人で集まって相談をしている時に、ランディの携帯電話が鳴り、電話に出ると殺人犯から出会った。携帯電話を持っている者が犯人だと確信した、ランディたちは周囲を探すが見つからない。その隙を突かれてランディが車の中に引きずり込まれ、視殺されてしまう。 ランディの死に心を痛めたゲールは、デューイと共に本格的に殺人事件の調査を開始する。大学の図書館にいたシドニーの前に、母の殺人犯として免罪逮捕されていたコットン・ウェアリーが現れる。コットンは、シドニーに対して、ダイアン・ソイヤーが司会を務める番組に出演しないか、と持ちかけるもシドニーは断る。 コットンはシドニーの護衛をしていた警察官に取り押さえられる。友人のハリーと共に警察の車で護送されていたシドニーたちは護送中に殺人犯に襲撃される。護衛の警官二人は殺され車は壁に激突、運転席で動かなくなっていた殺人犯の顔を確認しようとしたのが災いし、ハリーが残殺されてしまう。リューイとゲールは自分たちが取っていた。 ビデオカメラに映っている映像を確かめていた。その途中に殺人鬼が現れ、二人を追い回す。その後、竜イはゲールの目の前で殺人犯に滅多刺しにされた。校内に逃げ隠れたシドニーの前に姿を現したのは、同じ大学に通う学生、ミッキーであった。ミッキーは貼り付けにされて、身動きが取れない状態のデレクを登場させ、お前のデレクは本当に恋人か 殺人鬼じゃないのか。との言葉を投げかけ、デレクの胸を打って、息の根を止める。さらに前作で、シリアルキラーだった、ビリーの母親、デビールーミスがゲールに銃を突きつけながら現れる。一連の事件を起こした動機は、息子のビリーが恋人だったシドニーに殺されたことによる復讐であり、息子を侮辱する者やシドニーに近い者たちを惨殺していたのであった。 ミッキーとはインターネットで知り合い、学費を援助するという条件で協力者にしたのだという。だが、彼女は完全犯罪を目論んでおり、この事件をミッキー単独による犯行及び相打ちによる全員、死亡という筋書きで幕を下ろすため、彼に弾丸を浴びせて倒し、その後にシドニーに襲いかかったのだった。シドニーは危うい状況に追い込まれるが、 そこに銃を持ったコットンウェアリーが現れる。デビールーミスは、シドニーの背後に回って、彼女の首にナイフを当てがいつつ、あなたが刑務所に入れられたのはこの女のせいでしょ。と叫んだ。コットンはしばし沈黙した後、銃の引き金を引く。その先で倒れたのは、ありがとうございます。